宮原さんは、私は目標は、アーティストの方に直接インタビューをする、好きなアーティストさんにしてみたいなって、うんうんうん、お会いしてみたいなっていうのと、マジックアワーを全国的に知名度のあるものにする。で、最後は推しに会う。この3点なんですけど、うんうん、でもなんか、いろいろとやっぱ野望があって野望、あれもしたい、これもしたいみたいな。今年は結構カメラを持って人を撮りたいなと思ってて、うんうん、もうひたすら写真集作れるんちゃうかっていうぐらい、うん、人の愛おしい表情とかを、もう宮原が撮ったら誰でも可愛いみたいな、カメラマンになりたい。それこそイベントやったら、あ、撮影会ですよ。撮る側ね。そうそうそう。はい、並んでくださいね。私は一緒の人を撮る。宮原さんを撮影するんではなくて、宮原さんが撮影する。新しい。その写真をこう持って帰ってもらうっていうイベントどうですか、うん、私が撮った自分の写真を持って帰るイベント。楽しくない結果自分が写るっていう。そうですね。写真を持って帰る。はい。宮原が撮ったっていうことで、額縁とか家に飾ってもらって、自分のこういう写真を。新しいけど楽しくないですか？そしたら全国でも有名になりそうじゃないですか。なんかネット記事とかにしてもらって。そう。ちょっとやりたいですね。